ゴットフリート・ハイン・リヒ・シテルツェルは、ドイツの作曲家。エルツ山地の麓のグリューン・シテッテルで、オルガニストの子として生まれる。1703年からシュネー・ベルクの学校にて、トーマス・カントルであったヨハン・シェレの弟子であるクリスティアン・ウム・ブラウフトから、通奏低音と作曲法を学ぶ。1705年からは、ゲイラのギムナジウムに通い、宮廷音楽監督のエマヌエル・ケゲルに指示し、また優れた。 宮廷音楽に触れ、文学に関する知識を深めた。1707年からライプツヒで進学を学ぶ傍ら、新教会のオルガニストのメルヒオールホフマンに指示した。メルヒオールホフマンは1702年にテレマンが設立したコレギウムムジェクムの指揮者でもあり、シュテルツェルに作曲の指導をしたり、シュテルツェルの作品の演奏をしたりして支援した。また、この時期に、 ヨハン・フリードリヒ・ファッシュやヨハン・ゲオルク・ピゼンデルとの交流を持った。1710年から1712年までブレスラウの貴族の下で働き、1711年に最初のオペラナルキッソスが生まれた。1713年より18ヶ月間イタリアに留学し、フランチェスコ・がスパリーにアントニオ・ビバルディ、ジョバンニ・ボロンチーニに会うなど、当時の最先端の音楽を学んだ。 1718年にゲイラの宮廷の学長を経て、1719年にザクセンゴータ・ールテンブルクコをフリードリヒ2世に招かれてゴータの宮廷礼拝堂の学長に就任した。シュテルツェルはゴータで生涯を終えたが、一方でゾンダースハウゼンの宮廷のためにも多くの宿典楽曲や宗教曲を残している。多作家で存命中の名声はヨハンゼバスティアンバッハを超えていた。 作品には、還元楽曲、室内楽曲、オラトリオ、ミサ曲、モテット、カンタータなどがあるが、多くは散逸してしまった。代表作として、クリスマスオラトリオが挙げられる。1725年には、バルトルとハインリヒブロッケスのテキストによる、受難オラトリオ、世の罪のために苦しみ死にたまいし、イエスを作曲し、フリーデンシュタイン宮殿の宮廷教会で聖。 金曜日に演奏された。1735年頃に、シュテルツェルは、受難曲の写しを、ゾンダースハウゼンに送り、何度か演奏された。シャフは偶然にも残り、1997年に、初めて再演された。シュテルツェルの、受難オラトリを、子羊が行く、トガを背負って、エイン・ランデン・ゲート・ウント・ T ・ r GT ・大シュットは、1720年に、ゴータで作曲された。 1730年代には、ルードルシュタット、ゾンダースハウゼン、ニュルンベルク、ゲッティンゲンなど各地で演奏され、1734年4月23日には、ライプチーヒのトーマス教会で、ヨハンゼバスティアン・バッハの指揮のもと上演された。バッハは、1740年頃にジュナン・オラトリオの、アリア、何時の十字架」王和が魂の花婿用。 我はその魚名をイー・アラワさんに編曲している。ベンジャミン・シュモルクの心の弦の調べによって作曲されたシュテルセルのカンター・タネン・マキは1735-1736年にヨハン・ゼバスティ・アンバーフ派によってライプツヒで上演された。ありがとうございます。